green, green, let go. はい、メイ君です。やっとですよ、水没コアウルトラ9285K、 こいつを更新する時がやってきました。まあね、ショックでね、しばらく寝れませんでした。本当にね、高いですからね、115,800円ですか。まあ、それをね、一瞬でパーにしちゃいましたからね。はあ、もう綺麗だろ、これで死んでるんだぜっていうね。まあ50代以上の人じゃないとわからないネタを織り交ぜながら、はい、やっとこう仕入れました。バルク品です。なんてケースなしです。まあ、探してくれた人ね、本当ありがとうございます。まあ、今度はね、壊さないようにしないといけないですね。はい、ということでね、まさかニコンも買う羽目になるとは思いませんでした。これはね、もうちょっといい CPU だったらね、2個あってもいいんですけどね、ちょっとあれなんですよね。じゃじゃん。おいおいおい、3個目、探してるときはね、ないのにね、手に入るときはね、同時に入っちゃうんですよね。しかもこちらは正規品、箱付きです。いやー、いろんな人に声かけたらね、いろんなところから手に入っちゃいましたね。はい、ということで、2回目の箱の開封です。でね、これ開封しちゃってから思ったんですけど、よく考えたら開封しなかったらそのまま戻せたんじゃないかなと。はい、まあしょうがないですね、全く同じ。はい、まあ1個お亡くなりになってるのでね、稼働はね2個しかないんで、まあしかしね、こんな遅い CPU ね、3個もね、この予算を 9800X3D に回したかったですね。というわけで、コアウルトラ9285K が3個。どうせならね、245、265、285で欲しかったですね。はい、ということで、3個重ねて、コアウルトラ9285KX3D なんてね、3個積層で 3DV キャッシュなんて言いたいですね。まあ、重ねても全然早くなりませんけどね。いやー、とりあえずしまっときますか。はい、で3号機のね 5950X を 285K に入れ替えようかなと。どうせね、マザーも2枚あることですしね、まあ、3号機はゲーム用じゃないんで、まあいいかなと。でちゃんとした空割りツールもね買ったんですけど、まあ、今回は通常の取り付けをします。ということで、ギガバイトのマザーボード、まあ、こちらね、水没からおそらく助かってる。で簡易的に取り付けしてバイオスに入れるかどうかをまず試してみたいと思います。まあね、バイオスフラッシュできたんで多分大丈夫だと思うんですけどね。はい、とりあえずベンチ台にセットするためにベンチ台を組み立てます。まあね、自動目なんでね、簡単ですね、これね。はい、アルミ合金製でね、結構重いですよ、 1.75kg。 まあ歪まないようにできてるんですけどね、オリオスペックさんでだいぶ前に買いました。まあ、結構しっかりしてるんで、パーツ全部乗っけてもしっかり運べますね。歪んだりしなくてね、いい感じです。はい、でね、縦置きもできるしね、持ち運びもできますね。でマザーボードを取り付けるスタッドピンね、これ簡単なんですよね。マザーをつけたり外したりね、簡単です。あのネジ止めいらないんで、でやっとこね、 Z890 ね、お目見えですね。まあ、上から押さえるだけで簡単取り付けです。はい、で続いては CPU の取り付けですね。はい、ここはね、落としたりね、逆につけたりね、いろいろやりましたからね、ピン折れしないように気をつけて細心の注意を払って取り付けます。まあ、これね、ヒートスプレッダーに三角のマークでね、見分けることができるんですけどね、老眼でね見えません。はい、でメモリーはとりあえずバイオスポストするだけなんで、適当に余ってるやつ、エクスポメモリーなんですね、これね。インテル側で使うのはあれなんですけど、まあバイオス出すだけなんで。で M2 はね、今回取り付けません。でこのマザーね、 Z790 の時もそうでしたけど、 M2 の取り付け簡単ですよね。ヒートスプレッダーがね、もう大型シンクになってて、ワンタッチ取り付け、これは最高です。で他もね、他社さんも結構便利になってきてるんで、まあ老眼に優しい時代ですね。
ただね、ASUS はね、Kai の M2 はね、いまだにネジ止めなんですよね。まあ、とりあえずこんな感じです。はい、続いてね、余ってる電源を装着します。まあ、とてもね、余ってるなんていうような安い電源じゃないんですけど、余ってるのはこれしかないんですよ。あの、14900Kがね、壊れてるかどうか調べるときにね、電源を疑って電源買っちゃったんですね。はい、でね、HDMI はね、今回ね、バックパネルないですよ。ケース内にモニター設置考えて、25ピンの下についてるんで、注意が必要ですね。というわけで、スイッチオン。久しぶりにちゃんと動くね、コアウルトラ 285K ですね。まあ、ちょうどいいモニターがなかったんで、5インチのちっちゃいモニターで、BIOS 出るかどうか確かめてみます。はい。はい、来ました。よかったよかった。まあ当たり前ですね。はい、よかったよかった。まあこれでね、マザーもなんとか使えることが分かったんで、今回はここまで。まあ次はね、水漏れに気をつけて組み立てていきたいと思います。早く組み立てたいけどね、今日は我慢します。前回は急いで作って失敗したんで、学びましたね、メイ君。はい、それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。